エリンは、イギリス海軍の超度級戦艦である。同系艦はない。艦名のエリンは、ゲール語に由来する、アイルランド島の古名で、言語に、忠実な発音は日本語のカタカナ表記では、イリン、もしくは、イヤリンが近い。元来は、オスマン帝国海軍が、ロシア帝国海軍のド級戦艦に対抗すべく、ビッカーズ社に発注した、超度級戦艦で、当初は、 レシャド5世と命名される予定であったが、後にレシャディエに改名された。しかし、本館は完成間近に第一次世界大戦が勃発したため、1914年8月1日の春工直後、イギリスの海軍省であったウィンストン・チャーチルの指示により、英国政府によって接収され、同年8月3日付で英国海軍に編入された。この行為は、 オスマン帝国の繁栄勘定を盛り上げて、中央同盟側に立って参戦する演員を作った。イギリス海軍戦艦として、エリンと改名された本艦は1914年9月に、収益し、竣工後に三脚マストの長部に、新型の射撃砲位板を設置するとともに射撃指揮所の拡大、二番煙突後部に、単焦灯台の新設といった改装を行った。 1915年5月31日から6月1日にかけて第2戦艦戦隊第1戦艦隊所属でユトランド沖海戦に参加しているがドイツ艦隊に対しては手法を発砲する機会がないままに終わっている1917年に後部環境の改正と7.62センチメートル降射砲2機の設置等を含む改装を行い 1918年に2番3番砲塔の上部に陸上機の滑走台を設けた。第一次大戦後、1919年10月には、ノアカンク所属の練習官となり、同年12月より、チャタム交渉で戦艦の砲塔操作の練習用として用いられている。エリンは1920年の7から8月には、デボンポート海軍基地で大規模修理に入った。 これは、当時開催準備が進められていたワシントン、海軍軍縮条約において、練習戦艦として、保有枠の制限から外すことを意図していたものだが、最終的には、練習戦艦としての保有枠には、オライオン級戦艦のサンダラーが選ばれたため、エリンは1922年5月をもって退役、スクラップとして、コックスダンクス社に売却され、 同年12月19日に除籍となり、クイーンズバラで1923年に解体された。本館のダイプシップは、キング・ジョージ5世級戦艦にとったが、原型では、オスマン帝国最大の大きさを誇るドックを持って、しても全長が収まらず、整備ができないために全長を12メートル縮め、幅を0.8メートル広くする、解説系を行った。 全長が短くなったために、艦内容積が不足するのをカバーするために、船体形状は単船主楼型船体から、船主楼を四番砲塔基部まで伸ばす、朝船主楼型船体に改めたため、本艦は当時のイギリス船艦の中で最上のしのげなみ性を持つ艦となった。さらに、その船主楼側面を複方形スメートのスペースに当てたために、 本館の複砲は極めて広い社会を持っていた。手砲搭載様式は、キング・ジョージ5世級と変わらないが、選手郎甲板が伸びたために3番手法塔が、甲板1段分上がって、波浪の影響を受けにくくなった。浮力確保のため水面下に膨らみを持つ看守から、 監視官班上に新設計の34.3センチメートル法を収めた連装式の主砲塔が背負い式配置で2機、2番主砲塔の基部から両形状の上部構造物が始まり、その上に司令塔を組み込んだ操打環境が設けられ、それを基部として頂上部と中段部に見張り所を持つ三脚型の全部マストが立つ。その背後には日本煙突が立ち、 その間隔は狭かった。その周囲は関西手置き場となっており、全部マストの基部についた、クレーン一基により運用された。中央部甲板上に3番手砲塔が後ろ向きに一基、配置された背後に、後部上部構造物が設けられ、後部見張り所を基部として、簡素な後部マストが立った。選手郎甲板は4番手砲塔の基部で終了し、4番5番手砲塔が、 後ろ向きの背負い式で2機が配置された。複方の1 5 2トル速射砲は、単装砲画で、選手砲の側面に片原8機の、計16機が配置されていた。本艦の手砲は、方針サイズは、34. 3 4 3トルのままで、あったが砲塔を新設計とした、マーク6、34. 3 4 3トルライフル砲を採用している。その性能は、 方向初速秒速七百四十五メートル、六百三十五キログラムの砲弾を最大行角二十度で二2千百三十メートルまで到達し、射程九千百四十メートルで減速走行三百十八ミリメートルを貫通する能力を持っていた。この砲を新型の D 型砲とへ更新された。動作性能は行角二十度、深角三度で、旋回角度は 単体守備戦方向を0度として1番2番4番5番、砲塔は左右150度であったが、3番砲塔は150度の、旋回角の内後部環境を避けるため後方0、度から左右15度の間が四角となっていた。発射速度は毎分1.5発程度、熟練の砲手により短時間ならば、毎分2発が可能であった。複砲は、新設計の、 マークズビー1 5 2トル砲を採用した。その性能は4 5 3ラムの砲弾を最大行角15度で1 3 3 8 5ルまで到達する能力を持っていた。発射速度は毎分5から7発程度であった。これを単素砲画で行角15度、深く7度、左右80度の射界を持っていた。他に 7.62cm 広角砲を、単装砲がで2機、57mm、単装速射砲を6機、対艦攻撃用として 53.3cm、魚雷発射管を単装で1番5番手砲塔の、側面に1機ずつ、片弦2機で、計4機配置していた。防御方式は、当時の主流として、全体防御方式を採用しており、監視官班半ばから、 管尾管ュ中部までの原則全体を追っていた。一番手砲塔から五番手砲塔にかけての水線部の、走行圧は 305mm で、管首と管尾の、末端部は 102mm であった。管ン部の水平防御については、主防御管ンの走行圧は 75mm である。本艦の機関は、バブコックウィルコックス式石炭、重油根虫水管管15機に、 パーソンズ式直結タービン4気四軸推進で最大出力26,500馬力で速力21.0ノットを発揮した。石炭2120トンと重油710トンを搭載しており、石炭のみの航続距離は10ノットで3,400海里で、重油を併用すれば10ノットで5,300海里を航行できる計算であった。浮きドックで整備を受けるエリニエリンは、 日本の混合型戦艦のタイプシップである。両艦の設計者は、ビッカーズ社のジョージー・サーストン卿であり、主砲等及び、副砲の配置、船体艦艦数、防御様式などに類似点がある。サーストン卿自身が、混合は、レシャド5戦を元にしたと発言している。よって、混合型が、ライオン級巡洋戦艦を元にしたとする説は、誤りである。 ただし混合型が先行するライオン級の設計も参考にしている可能性はある。高速化するために戦艦であるエリンから4番砲塔と後部環境構造物を撤去し、もしくは3番砲塔を撤去し4番砲塔と後部環境構造物を前方にずらすことで確保した空間に機関を増設し、機械室を増強し、装甲を薄くして軽量化し、 船体を延長することで、巡洋戦艦化したものが、混合型戦艦であると言えよう。ありがとうございます。